高知、黒潮カントリークラブは、高知県秋郡芸生村にあるメンバーシップ制のゴルフ場、全36ホール、広大なフェアウェイを有するが、戦略性は高いコース。ジャガ公認のコースレートは、黒潮コースが74.9、暖流、太平洋コースが74.5とかなり難しい。ゴルフ場のすぐ近くに太平洋があり、太平洋コースでは、 太平洋が一望できるホールも多い。黒潮コースは、アウトとインの間はクラブハウスを挟まず、18ホールでクラブハウスに戻るようになっている。日本ゴルフツアーの大会にも利用され、2004年には日本プロゴルフ選手権大会が開催、2005年からはカシオワールドオープンゴルフトーナメントが毎年開催されている。なお、カシオワールドオープンの際には、 黒潮コースの1番から5番、15番から18番と太平洋コースが使用される。メンバーシップ制のゴルフ場だが会員の紹介は必要なくビジターだけでもラウンドできる。ジュニアの育成に積極的であり、ジュニア料金を設定しているほか、黒潮ジュニア選手権と称したジュニアの大会を開催している。黒潮ジュニア選手権では現在女子、 プロゴルファーの佐伯木希やマスターズに出場し、ローアマを獲得した松山秀樹などが優勝している。ありがとうございます。